じゃあ、いつもご視聴いただきありがとうございます。YouTube クリエイターのほちゃんのきびです。はい、今日はね、私の、YouTube の視聴者さんに会うために、今から出雲市へドライブ行ってきます。そんなこんなで、よろしくお願いします。レディゴー。何を言ったの？毎週食っとるでしょ。毎週じゃない。ま、おいちいおいちい言って。今晩食うんでしょ。おいちいがな。今晩食うんでしょ。おいちいがな。だけ言うとるが、俺にもちょっと分け与えなさいって言うとるがな。あ、わしな100本譲ってな、おっぱいだけ触らせてや。あ？おっぱいの店持って遊んであげる。なんだ、お姉ちゃんのな、おかくてな、もみもみの、手の運動なんだ。硬いか？今大田のサインド今から入る。バカがよ、信号なんぼでものよ、高速入れたのに止まりよったこのバカ。おっさんかと思ったらおばはが乗っとるわ。トロクサイは早く行けよ、ダラズ。だって大田の人間もよ、このクソだらずってこの前言ったんよ。またクソだらずって何ですかと。あ、クソだらずって言葉が合うわ。何語ですかって。日本語やこのボケって言うたんよ。あ？煽ってないけど、トロいんだもん。サインドで40キロ走るってバカじゃないか、こいつって。だってバカだって言う。ほら、さっさと行きや、トロイのお前はよ。だっての、ずっと入ってきてよ、さっさとブーンと上がれへんのに、何思ったか、交換のところで止まるんだっけ。こいつバカだろうと思ったの。おう、了解。了解。はいよ。いや、別に煽っとるつもりないんだけどな。まず今もう80キロぐらい走っとんねんや。前のバッカがスピード上げておさんだもん。前のお姉ちゃん、前のお姉ちゃん、ここサインドなんだけど、60キロで走ってくれないかな。せめて70キロ以上スピード出そうよ、お姉ちゃん、お姉ちゃん。そこの前の28番のお姉ちゃん、ここサインドやからね、サインドは最低で70キロ以上ですよ。もうちょっとスピード出してくれんかな。28番のお姉ちゃんほんま泥臭いわ、このお姉ちゃん。そんな泥臭いの、左側寄れや、これ、ボケ。トロ臭いよ、トロが、トロ臭い。この前なんかサインドな、おやっとスピード出してくれたわ。トロ臭い連呼したらね、やっとスピード出してくれた。お前そんなちんちゃちんちゃ走りたかったら、田んぼのあぜ道とか走っとけ、このバカ。ほんま
さんやとほんま向かってきた。まだ2車線でもありゃな、こんな不在なとこでピュンと抜かしていけるけどや、1車線しかないとこでチンタチンタやられたらや、おうおう、わしの後ろ20台ぐらい並んどるわ。はい、今日のお昼ご飯は半ちゃんラーメンと半ちゃんで、唐揚げと餃子と特価1個しまっていただきます。